我が町を走り回る名物キッチンカー。やったー。どうも、愛媛県住ます芸人のうつんです。森助です。というわけで、はい、今日はですね、愛媛県は今治市にやってきております。はい、なんか今日ね、あのすごいキッチンカーとかが集まるイベント、みんなとマルシェっていうイベントをやってるらしいんですけど、はい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 、この中に、大人気大人気大人気の大人気3連発の3連発のキッチンカー来てるっていうことなんで。あ、そうなんですか。はい、今日はちょっとそちらを皆さんにご紹介したいと思います、はい、ね。じゃあ森助さん行きましょう。もう早速行きましょうか。早速行きましょうか。すごいな、あ、これ活気があってね。活気がある。活気しかないですわ。活気しかないよね、まあいろいろキッチンカーありますけれども、本日ご紹介するキッチンカーこちらでございます。はい、こちらガジュマルピッツァさん。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ガジュマルのね、滝平さん。滝平さん、はい、滝平さん、まあ、僕はタッキーって呼んでるんですけど。あ、そう、あ、仲いい、はい、仲いいんや。めちゃくちゃ仲いいです。バイク友達でね、まあ、ガジュマルね、はいはいはい、もうめちゃめちゃ人気なんですけど、うん、キッチンカーやられてどれぐらいなんですか。今5年ぐらいですね。5年。5年、ね、5年やってる。もともとあれですよね、居酒屋やってたんですよね。そうですね、居酒屋やってて、でそれから土日だけキッチンカーをやってます。あ、そうなんですね、はい、僕はもうめちゃくちゃその居酒屋さんの方に行かしてもらってたんですけど、そう、もう10杯20杯飲んでもらって、そうだ、相当飲むでしょ。本当もう水のように飲むっす。まあお酒も美味しかったんですけど、ご飯も本当に美味しくて、まあ、こちらねメニュー出てますけども、かおすすめとかありますか。そうですね、まあ、一番のおすすめはこのうちのオリジナルでフランクロールピザ。このクランクが中に入って、クレープ風に巻いた感じのピザです。うまそう。ピザをねクレープ風に巻いてるって結構片手で食べれるピザってことなんですよね。はい、片手で。そうです。そのサッカーとかイベントとかで、はい、まあ、両手がちょっと使えない時に。なるほど、はい、片手で食べれて便利だっていう。考えましたね。それは考えました。そりゃ5年続けれるよ。それは素晴らしい。そういうのは考えれるんですよね。そういうのは、はい、のは普段はちょっと滝天然で、すごいね、言い間違いとか、多いんですよ。なんで実際ちょっと見ていただきたいですけど、このメニューね、フリフリポテト、はいはい、3種類味あります。好き味を選んでね。何ですか。なーが抜けてるんですよね。あ、抜けてるの、はい、愛媛の言葉とかじゃなくて。もうじゃないです。これはもうタッキーのミスです。はい、かわいい。いや、そうです、そういうで、ね、ご飯も美味しいし、このタッキーの人柄がまた素敵なんで。それ人気になりますね。それは、いや、もう人気の本当にキッチンカーでございます。僕はね大体食べたことあるんですけど、やっぱりでもここはねオリジナルちょっといただきたいですよね。そりゃそうですね、はい、せっかくなんで。じゃあちょっとフランクロールピザお願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。ということで早速ガジュマルピザさんオリジナルでおすすめのフランクロールピザをいただくことに。なんとそのフランクロールピザができるまでの工程を今回撮らせてくださいました。はい、こちらにアルミホイルを丁寧に畳んでいって乗りました。フランクが乗りました。このフランクを丁寧に畳んだアルミホイルを置き、そしてレタスが乗りまして、揚げたてのオニオンが乗って、さらにレタス、それをタッキーさんが丁寧に包んでいきます。はい、そしてはい、できました。わあ、できた。ありがとうございます。あ、これが私いいんですか。はい、せっかくなんでね、森助さん食べたことないですから。タッキーありがとうございます。もう結構熱いんで気をつけてください。熱いんで。確かにあっちあっち。すごい、やっぱ中のフランクがもうね、ぶっといもん。じゃあいただきます。いただきます。はい、ありがとうございます。うつすまんな。うん、まっうん、まっ。ほんま肉汁たっぷり。こんなの初めて食べた。めちゃめちゃこのフランクに肉汁が、見てください、これ肉汁が溢れて取りますよ。これこのオニオンサクサクでめっちゃうまいです。これ決め手です。これね最高や。ビール欲しくなりますけど、欲しく、まだちょっとこの後もあるんで。ほんと、はい、
また生地も美味しいですよね。生地がそう。生地。そうなんよ。うん、生地も、はい、手作りなんで。手作りで。生地でサクサクとした感じでやってます。そう。はい。完全うちのオリジナルですね。やりましたね。はい。いやこれいいですよね。こう遊びに行ってる時とかにね、こう食べ歩きできるピザってないじゃないですか。ない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 。いや本当にどれも美味しいんですよね。いやマルゲリータも気になるし、うん、全部気になるな。僕あの、うん、お店でよくマルゲリータ食べさせてもらってたんですけど、うん、もうめちゃくちゃうまいっす。あほんま。はい、もうなんぼでもハイボール飲める。いや本当大人気の、うん、いやちょっと俺もお腹空いてきたな。でも我慢し、はい、我慢 我慢し、うん、こういうので我慢ってあるん。せっかくやし我慢しよう。せっかくやけん食べるんちゃう。こういう取材とかって行っちゃいますか。もう、はい、タキマルゲリータお願いしてもいいですか。はい、妙になってる。中のチーズがめちゃくちゃうまい。フランクフルートもいただいてね。最高ですわ。ました。 あ、 出た。ありがとうございます。出たよこれね、うん、マルゲリータ、うん、これが美味しいんすよ、うん、これうわーみょーんなってる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 みょーんって言うんやそういう時。いただきます。すごいみょーんなってる。うんうん、いけるわしも手伝える手がもう余ってないからごめんな。もう、うん、抜群のうまさこれよタッキー大好きな味、ね、このなんかパリパリで、うん、チーズがミョーンになってて、うん、ですかチーズひっついてないですか。ちゃんとひっついてる。ひっついてるちゃんとミョーンってなってる。ミョーンなってる顔に、うん、鼻に入ろうとしてるチーズいやでも最高っすね。こういう場所でね、うん、また今日はね、うん、ちょっと飲めないですけど、うんね、ビール片手にね、うまいね、こういうのをね食べながら海も近いんでね。ここは最高やん。最高っすね。え、タッキー今はもうキッチンカーだけやったっけ。いや今は、三番町でバー と、松山の古蜜で焼き芋屋やってます。すごい。バーと焼き芋屋、はい、どんだけやろ。すごい。なんかそのバーとかあって、うん、いやすぐ出てきたやんすぐ出てきたやん店長でね、うん、タッキーがまあ、はい、皆さん来てください待ってます。まあ、本当県内ね、うん、いろんなところに出店してますんで、うん、皆さんもね、うん、ガジュマルピザさん、うん、見かけたら、うん、ぜひ買っていただきたいと思います。はい、ダキ今日ありがとうございました。ありがとうございました。